阪神、第3捕手をトレードで獲得へ。もしこれが本当やったら誰差し出すつもりやったんやろ。一軍実績豊富な島田あたりかな。頭数が欲しいだけなら金銭かもね。どう考えてもハムの清水やろな。誰だと釣り合うかな。島田。どんでんは梅野が試合前に決めた通りに配球するから好みなんだな。その点坂本は相手打者や投手の調子を見て配球変えるからな。要は結果よりもプロセスに関しての好みの問題。梅野が離脱した時軍なんて名前上がらなかったぞ。清水の方ばかり。